演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちらにある4種類の夏菓子を食べたいと思います。前にも食べたことあるような気がするんですが、初めて食べる。ではまずはこちら、このチーズミックスナッツ&シーザークルトンから食べてみたいと思います。シーザーってシーザーサラダとか、シーザーサラダに入れるのもいいってことなのかな。では中身はこんな感じですね。これが噂のクルトンですね。で、ナッツもこんな感じでいろいろ入ってます。ではいただきます。クルトンが意外と存在感あるんですね。クルトンはいわゆるスープに入っているのは小さいクルトンよりももう少し大きめで、しっかりとザクッとした食感がありました。そこにチーズと塩気も入って、さらにナッツのザクザクとした別の食感も入って、食べ応えもあって美味しかったです。結構チーズくるな。ただなんで 31g なのに 100g の標準の栄養表記になってるのかっていう部分にちょっと突っ込みたくなりますけど、正式な数値測って割ってくださいってことですかね。でこちらもクルトンとチーズが先ほどと同じくしっかりとした食感と塩気で美味しかったのですが、ナッツがマカダミアなので少々大粒なんですね。大粒で食感はもうしっかり感じられて美味しかったのですが、ちょっと単調になりやすい部分もありましたので、ナッツの種類ではこちらに軍配が上がるかなといった感じでした。ではこちらの燻製ナッツと焼きチーズを食べたいと思います、こっちがアーモンドでこっちはカシューナッツ、軽い名前はあるんですよね。ではまずはカシューナッツの方かな。はい、こちらがナッツですね。チーズは先ほどと同じ、いやちょっと違うのかな。先ほどは強く四角いサイコロ状のやつだったんです。ではいただきます。この燻製カシューナッツは燻製なので焼いているっていうのとはまた違った香ばしさが口の中に広がってきましたね。なので焼き豚というかハムというか、そういったものを連想させるようなそんな味でした。でそこにナッツの食感とチーズの塩気も加わっていてとても美味しかったです。ただこれも栄養価が 100g あたりの表記になってるんですよね。 100g も入ってないんですけど、計算難しい。でこちらのアーモンドの方も同様なのですが、こちらはアーモンドなのでより歯ごたえがありましたね。ザクッザクッとしたアーモンドが固めで、しっかり食べる歯ごたえ食べているという感覚に入れることができましたので、こちらの方が自分的にはより好みでした。おつまみとかにも良さそうですね。で今回のナッツの採点ですが、最初に食べた2つはどちらもこちらの評価とさせていただきます。やっぱり食感がザクザクしてるのとチーズの相性、塩気のバランスは絶妙だったんですよね。でそれを踏まえると後半の燻製2種はこちらですね。やっぱりこっちの方がよりナッツの食感を強く感じることができましたので、ナッツがずっと好きな自分としてはこちらの方がより高いと思いました。もちろんナッツがちょっとという方は、まあそんな方はそもそも食べないと思いますが、でもいつでも美味しかったのでぜひ食べてみてください。それでは雪だるま後悔するや晴ればかり、晴ればかりに対応できしなかったんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。